行政区、県アントファガスタ州イコール、通州は、地理共和国の北部の州である。州とは、アントファガスタ。面積は126,049.1、軽平方メートル。人口は547,933人で、ある。ボリビア南部のポト市にある、セロリコ銀山の積み出し港として、コビハが発展したが、1868年の、アリカ地震で壊滅。 太平洋戦争で地理が併合。2010年の日食の際には観測の数時間後にマグニチュード6.2の地震が発生した。北側にタラパカ州、南側にアタカマ州と接しており、東にはアルゼンチン共和国、ボリビア多民族国との国境、西側には太平洋に面している。チュキカマタ銅山やカラコレス銀山など、鉱物資源に恵まれている。 アントファガスタ県、エルロア県、トコピジャ県の三つの県から構成される。ありがとうございます。